で伝わるのかなという場合はございますが、今日はですね、はい、皆さんお誕生日なんで僕も携帯持ってきました。楽しみてください。思ってないの？はい、なんだかね、公共の時間使って、はい、チーズ。はい、写真撮れました。わざみたい。皆様もですね、ハッシュタグ、ハッシュタグ南座で歌舞伎で、宣伝していただけたら嬉しく思います。宣伝くださいませ。皆様のお力をいただきまして、この公演を盛り上げていただけたら嬉しく思います。あの、お誕生日のプレゼントも別にいいです。ぜひハッシュタグがディズニーランドが調子乗っちゃった人みたいに見えない。大丈夫です。ございます。ぜひ皆様の、どうもありがとうございます。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 さあ、はい、ちょろちょろ まともな神経を戻ろう。どうぞ皆様、あの携帯電話の方は、これでお願いくださいませ。皆様にこれから写真を、撮っていただきまして、その写真を皆様がやっている SNS に上げていただいて、この公演を宣伝したい。もう言ってられるもの立場に届ってますよね。ありがとうございます。宣伝したい、していただこうという試みでございますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあせっかくなんでちょっと入って、今日もポーズを、ポーズやってどうしましょうか。ちょっと例えば、まあ、我々あの午前の部は恋人同士やっておりますので、はい、まあ、その格好ですが、ちょっと背中合わせて、背中合わせて、こういう感じところでね、ちょっと未来を見せて、未来を見せて、どうですか、来世は一緒になろう。そうですね、あんまり反応がないですね。じゃあちょっとね、はい、見ての方行きます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。目線欲しい方ね、手振っていただけたらね。あ、ありがとうございます。あんまり手振りますね。ありがとうございます。じゃあその方も、はい、はい、こんだけパシャパシャ向けられるの、悪いことしないのに謝罪会見してみたいな。決して悪いことはしておりません。皆さんのお力をいただきたく思っております。このあたりでどうでしょうか。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんですね、ハッシュタグ南座で歌舞伎とつけてですね、ぜひ今日の感想ですとか、この人かっこよかった、あの人綺麗だったな、そんなことでも構いません。ぜひ、何言ってるの、おかしいでしょ。まあ、そういうことで皆さんぜひですね、このお写真など、写真などでですね、拡散をしていただけたらと思います。じゃあちょっとマネージャー進んでいきましょうね。我々ずっと喋っていてもね、なかなかお芝居も始まりませんので、最後にですね、こちら、はい、南座の公式マスコットキャラクターミナミーナ。はい、もう撮影タイム終わりです。すみません。